なんかこうして見るとなかなかファンキーな格好したノポンだね。というわけでどうもインナーライスです。前回に引き続きゼノブレイドやっていきたいと思います。前回はね、あの絆トーク消化してって、であの後もまたゲームができるようになった段階で確認しに行ったんですけど、どうやらこのインドール元いアーケディナにはないっぽいっすね。なんかあると思ってたんだけど、まあ一応編集でも付け加えはしたんだけど、ないんだよね、どこにも。だから終わりどころとしてはあれがまあちょうど良かったっていう。うん、でも特にこれといったやり残したことは、まあサイドクエストとかそういうのを置いといてないので進めたいと思います。でこのイカス格好をしたこのドララさんに話しかければジークの故郷に行けると。なんかね、タイトル画面に戻るとさ、なんか雪国になってんだよね。だからそれから推測するにジークの故郷はまあ何かしらに雪国だと。なんかちょっと今まで見たことない景色も見れるのかな。楽しみですね。やっていきたいと思います。話は聞きましたぞ。タンタルじゃなくてルクセニアだったっけか。相変わらず名前はしっかり覚えてないけど、ルクセリアに行きたいもんか。行きましょう。実は、この船の船長はアーケディア人でしたが、今、ファン様の葬儀に出ております。じゃねえな。ファン様の剣で喪に服しております。だから、船を運転できる人がいないですもん。なので、ドララがその代わりに選ばれましたもん。ドララはそこに行ったことがないので、今回は頑張らなければいけませんもん。ちょっと不安だけど。まあ、でも心配はしておりませんもん。ルクセニアの王子が一緒に乗ってくれるのであれば、きっと、たやすいと思われますもん。ちょっと面白いね。英語でめちゃくちゃ簡単なことをするときって That's a piece of cake って言うんすよ。けどノポンはあれなのかな、普通のケーキは食わないのかな。だから piece of pollen cake、 花粉のケーキになってますね。今作でなんかノポンが花粉うんぬんで何かしてるところってあんまり見かけないんだけど、どうなのかな？前作みたいに、なんか花粉工場とかあったりすんのかな？どっかに。まあ、それはともかくやっていきましょう。お！タイトル画面の音楽だ。まあ、ホムラと光、どっちが好きや？なんだ急に。ジーク。なんだよ、いきなり。好きも何も。二人で一人なんだから、分けて考えたことなんてないよ。ああ、そうなんだ。ほんまか？性格全然ちゃうと思うねんけどな。光は結構きついやろ。そうだね。反対にホムラはおとなしいっちゅうか、押しが弱いっちゅうか。旗から見ればね、ホムラ。ああ見えて結構芯は強いよ。そうだね。負けず嫌いだし。押しが弱いという捉え方はしたことないな。私も。はあ、そないなもんかの。ねえ、なんや。ジークってルクスリアの王子様なんだろ。ルクスリアか。なんで法王朝にいたの。なんでって言われてもな。ただ家を追い出されただけやで。お。ああ、アホ。お前何言うてんねん。そうなんだ。ちゅうかいつの間にそこに。どっちが好きや。のあたりから。どっちが好きや。
やったら最初からやないかい。乗りつこみ。王子な、感動されたんよ、王様に。あー。勉強もせんと国を出て遊びほうけてばかりやったからな。そうなんだね。当然やわ。ああ、遊んでたんぞちゃう。社会勉強や、諸国漫遊や。諸国漫遊って遊んでるやん。アホ。ちゅうかお前、何自分のドライバーディスってんねん。ディスる。面白いね、ジークたちは。ええコンビやろ。うん。でも厳しいんだね、ジークの親父さん。ルクスリアはな、鎖国してるんよ。へ、許可なく外の世界に出るのはご法度。お、もうずーっと昔からそんなんやわ。日本っぽい国なのか、もしかして。せやけどこの性格やろ、何遍も勝手に外行って、ほんで大目玉食ろうって感動やわ。あれ、15の時やったよね。まあジークって名前は日本っぽくないけど、そくらいやな。鎖国って言われるとな。行き倒れてるとこ、法王様に拾ってもろたんや。へぇ、特使とか、あれ嘘やで。嘘なんだ。それで法王庁に思いっきり納得。でもさ、そのジークが国に戻って平気なの？でも一応第一王子っていうね、見られ方をしてるんだよな。それにな、女王とか陛下とかに。外の世界を知らんすぎる。今のままやとあかんのや。おお。殿下、ご指定の座標に到達しました。ご準備を。おお、最下。まあ、なんかジークも遊び回ってたのも、もちろん、黙ってみとき。あるんだろうけど、本当に国を憂いて行動してるところはあるんだろうね。なんだ？あ、なんか雷的なの。お、ほー、あれかな、ルクスリア。あー、なるほどなるほど、場所が秘匿されてんのか。で、なんかワンピースのログポーズみたいな感じで、パンドリアちゃんがいないと帰れない的な。玄武が浮上を始めました。玄武、分かっておる。サイカだ。サイカか、サイリット前呼んでたけど。サイカ。伝え聞くところによれば、アーケディアで天の聖杯と接触を持ったと。伝わってんだね、その情報は。500年の時を経て動き始めるつもりか。うん。おう、ほう、マルベーニ。これジークの父ちゃん？安寧なる日々守らねばならん。それがたとえ御水の夢であってもな。なんか度量のありそうな人だけどな。え、外を出回ってるジークを腹いせに感動するような器には見えなかったけど、これがルクスリアのアルスか。亀みたいな感じだね。へえ、まんまでっかい亀吉だね。あ、玄武っちゅう名前や。亀吉はなんかインビディアと同じ河川型のアルスでな、普段は雲海の中に潜っとるんや。はあ、はあはあ、なるほど。まだ初秋やけど、ルクスリアは冷える境、風邪ひかんようにな。やっぱり雪国だ。苦手なんだよね。あ、そうなんだ。多少の弾なら取れるから近くにいても構わないわよ。確かにホムラも角土もいれば。私もね。万全だな。そういうとこ便利だよね、あんたたち。特技ですからね。いや、なんかシンパシー感じとるわ。まあね、いいね。なんかカメちゃんはそんな格好で寒くないの？確かに。俺は鍛えとるからね。半裸みたいなもんだけど。なんとかは風邪ひかへんって言うやろ。は、納得。納得すんな、ちゅうか破門な。ジークも器あるよな。なんか悪口言われてもさ、なんか表面上突っ込んだりとかはするけど、別に本気で切れたりとかはしないもんね。
スラムブレイドはあれだよね、やっぱりなんかそのキャラの表面上の振る舞いの奥にキャラがしっかりあるというか、前作でもそうだったけどね、リキとかダンバンとか。あ、タイガータイガーに追加のステージが来ましたね。そう、アーケディアの時さ追加されなかったんだよね。だからひたすら同じ3ステージをずっとやれまくって頑張ってたんだけど、ようやく話が進みますな、そっちでも。で、うわ、本当に雪国だね。さすがになんか反応するのか。あ、待って、めちゃくちゃ長えじゃん、距離。まあでも編集技術を手に入れた私ならカットも耐えやすいのでな。まあなんかあったりしたら反応しつつ進みてえと思います。少し恥ずかしいです。どういう地形なので、はあ、こういう感じ。あ、絆トークあんじゃん、早速。なんだこれ、どういう地形だ。こっから入ってって右に行くと、あのルクスリア王国があるって感じかな。あ、まあここも厳密に言えばルクスリア王国なのだろうけど。あー、だ、なんかちょっと、うん、本当に亀っぽいね。なんかいいね、それぞれのアルスになんかその外見的特徴があるというか。アーゲントラムがまずなんかそのフグみたいな、でゴルモット、グーラがキリンみたいな感じで、インビディアがクジラみたいな。で、これがなんかちょっと普通じゃないよな。なんでこいつだけ人型なん？確かどっかの段階で説を唱えてたけど、その、このアルス一体一体が、何かしらザンザの宇宙船と関係あるんじゃねえかって。ザンザというか、ザンザになる前の人物ね。研究員。まあ、人型があって、これがなんか、エイみたいな。こっちが竜。で、これが亀。で、レフトヘリアンがクラゲみたいな感じだよね。レフトヘリアはあれだな。なんかずっと後ろに追いやられてるね。なんか今のとこってさ、基本的に見つけた順で解放されてってる感じなんだけど、レフトヘリアをね、見つけた時ってテンペランティアの前とかなはずなんだけどね。なんなら順番的にはレフトヘリア、アーケディア、テンペランティアでルクスリアなんだけど、なんかこの後ろに追いやられてる理由とかってあんのかな。あ、なんか一息ついて、よし無言で進むかって思ってたら、あー、抱きついてる。ニア、ちょっと歩きにくい。そっか、なるほど、猫だから寒さに弱えってか。いいじゃん、減るもんじゃなし。ホブラにこうしてるとあったかいんだよね。そうなんだね、普通に体温高いんだ。赤外線効果というやつじゃな。詳しいな、じちゃん。私、ストーブじゃないんですけどちょっと怒ってるな。 お嬢様。ん？ダンでしたら私の上で取られたらいかがでしょう。そうだよな、別に白子もモフモフしてあったかそうだし。やだ、白子の背中寒さで毛が固くなってゴワゴワしてるんだもん。ああ、そうなんだね。そんななんか親父と一緒に洗濯物しないでくれって言ってる娘みたいな。エーテルラインって何ですかも？アルスの血管的な？ほら、あれ、アルスの体に走っている光の線のことだよ。あの光はアルスの体を流れるエーテルの光なのです。人間で言えば血液の流れみたいなものです。はい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 、よう気づいたな。このアルスも寿命が
他よりもエーテルの血流が弱いアルスなんや。寿命ではないのか。気温が低いんも作物が育ちにくいんもそれが原因や言われとる。そうなんすね。冷え性そういう個体差みたいなもんもあるんだね。まあそんなとこやな。なるほどね。おお、なんかすげえキリンさんみたいなのが、かわいい、かわいいしでかい。まあ、一旦捨て置いときましょう。何が出るかなった。草花は心を癒してくれますね。一応こんなクソ寒い地にもあれなんだろう、植物はいるんだな。ボタニーが発動しましたね。なんか絆トークあるんだよな。せっかくだからやっちゃってもいいかな。多分今回普通に城の中に入って一旦そこで終わるような気がすんだよね。やっちゃうか。ねえサイカ、ジークって運が悪いわよね。お、サイカと、あ、ブレードしかいねえな。なんか面白い組み合わせだね。ついていくのって大変でしょう。せやねん、うちのとこの王子の運の悪さはほんまシャレにならんよ。アルスと運の悪さランキングがあったら間違いなくダントツトップ取ると思うで。あれなんだな、 2,3 回ぐらいジークの悪運に巻き込まれてたけど、あれはそういうところを理解した上で付き合ってたんだな。確かに私が見てきた限りでも崖から落ちたり転がってきた大岩に下敷きになりかけたり雲海に落ちていったこともありましたよね。まだまだそれだけあらへんで。あ、それでも序の口ってレベルなんだ。港を歩いてたらアルス船にかぶりつかれたり尻尾で払われたこともあるし。かぶりつかれた、死ぬやん。急に吹雪いてきたから遭難した先で100体のイグーナに囲まれたこともある。よく生きてんな。数え出したらキリがないわ。それはまた何と言いますか、サイカさんも今までよく無事で生きてこられましたね。本当お疲れ様。いえ、ご愁傷様かしら。家具土、それシャレになっとらんで。しかしそれだけにほんま目が離せんくて世話の焼ける王子様なんや。サイカはあれなのかな、家具土がスピルビアのさ継承されてきたブレードみたいな感じで、サイカもこの国お抱えのブレードだったりすんのかな。付き合わされる方の身にもなってほしいわ。お、家具土が返答するんだね。でも好きなんですよね。好きってどうなんだろう。これラブって書いてあるからちょっとんと思ったけど、多分そういう感じの好きではないと思うんだよな。情があるというか家族愛とかそういう感じな気がする。まるで母親みたいですね。母親扱いちょっと見てみたいけど、ちょっと違うんじゃないかな。求めてるものではないんだろうか。いや、なんかちょっと悩むね、絆トークって。前も思ったけど、露骨にさ、良くない方がさ、面白そうだったりするんだよな。今回とか、おかん呼びとかちょっとしてみたいもん。でも、絆が上がるのはこっちだろうしな。いや、でも普通に行こっかな。そういうところも含めて好きなんでしょ？うん。はぁ？なんでここで好き嫌いの話になるんや？思ったよりなんかストレートに好きって感情だったんだな。なるほど。いやよいやよも好きのうちというやつですね。そうそう、いわゆるツンデレってやつ。そうなのか。アホか、誰がツンデレやねん。なわけあるかいな。サイカ、照れなくていいわよ。ブレイド同士
あなたの王子様には黙っておいてあげるから。もうそういう感じなの？ええ、このことは他言無用。私たちだけの秘密ということにしておきましょう。まあでもこの人ノリいいもんな。なんだかんだジークの悪に付き合って、ジークのなんかよくわからん名乗りとかもさ、しっかりシンクロして動いてくれるもんね。はあ、でもツンデレキャラなんだね、意外に。何言うとんのや、そんなんとちゃうねん。もう照れてる顔も可愛いわよ。そうですね。ああそこ、生温かい目で見るんやない。これも全部あの不幸王子のせいや。まあなんかちょっといいもん見れましたね。ジークの呪いコンプリートだって。もうなんかもう悪運とかじゃなくて呪いなんだな。ああいいもん見れましたね。お、またムービー入った。これは文献で読んだ古代文明の姿そのものじゃないか。見てくれだけはな。あ、中身はそうでもないって感じ。当時はユーディキウムと双璧をなす文明。ユーディキウム？生物に関する技術の粋を極めたのがユーディキウムなら、機械技術の粋を極めたのがビール。その血を受け継いだのがこのルクスリアっちゅうわけや。なるほど。人が生きている限り文化文明は受け継がれる。命の継承ならぬ血の継承ですね。リャッコ、いいこと言うね。恐縮です。そうとも言えへん。なんか今にやりとりよかったな。なんかあ見たらわかるわ。あーなんかマルゲリータさんじゃなくてあの法王様が言ってた、我々らは本当に進化しているのか、ただ退化してるのではないかみたいなとこに繋がったりすんのかな。いや本当にでもパッと見はすげえ立派な都市って感じがするけどね。やりましたね。あ、なんかあったかそう。知らんけど人多いな。まあさすが歴史ある大国って感じなのかな。なんかみんな髪が赤いね。王様っぽい人もそうだったけど。ずいぶんと活気のある市場じゃない。チークはなんで髪が、闇市？あー治安良くねえのか。寒冷なルクスリアではな、地産の作物はほとんど出回らん。うん、見てみ、普通の店はみんな閉まっとるやろ。本当だ本当だ、人が誰もいない。せやからああやって裏で仕入れた他国産の作物をべらぼうな値段で売っとる。ああそうなんだ。キアにならへんのやったらそんでええ言うてな。行政も見て見ぬふりや。そうなんすか。つまりは生産活動の多くがただ生きることに費やされ、国力は衰退していた。その通りや。これだけの古代文明の支えがあっても不可能なことはあるのだな。古代文明言うと聞こえはええけどな、観光客のおらん、ただのでっかい博物館や。ああ。文史の足しにもならんわ。なんかちょっとうまい例えな気がするな。なるほど。まあ、こんな場所で育ってジークの性格だったらまあ、わかる気がするな。出て行きたくなる理由も。なんか、道民が東京に来るみたいな。ちょっと失礼かな。よっと。で、見つけたで。なんか待って。てる人がいいな。お前が見つけたでっていうの、お前の故郷だろうが。お待ちしておりました殿下。あ、でも久しぶりやな。殿下として認めてくれるんだね。はい、殿下の帰国を心待ちにしておいでです。アホ、そんなことあるか。もしほんまやったら天地がひっくり返っとるわ。気遣いは無用やで。
恐れ入ります。どうやらこっちの状況は伝わっとるようやな。話早いわ。確かもともと法皇様の命で特使として来てるんだよな、ここは。これは？ん？どうされました？いや、なんかものすごく不穏な音楽流れてるけど。トラ。ん？なんだ、こそこそ話してる。え？なんでだも？確かに花は自分でエーテルエネルギーを作り出せるけども。うん、すまん、今は言う通りにしてもらえると助かる。わかったも、トラに任せろも。で、これが謁見かな、王様とここの国の陛下。普通にインビディアもスペルビアンも王様、女王様、名前覚えてないけど、あ、そっかそっか。トラちゃんだけ何もしてなかったな。あ、このぎこちない感じ、いいよね、なんか。風格あるな。天の聖杯。お。か。あ、思ったより有効的。え、お嬢様、これ良くないのでは？ちょっと、なんだよこれ、カメちゃん。知らん。なんじゃお前ら。親父。うわ。うわ。あー、もうこれはあれだな、なんか試すとかそういうものじゃねえな。離せ、ホブラ、ホブラ。待てよ親父、どないしたんや。レックスたちが何したって言うんや。何かが起こってからでは遅いのだ。あー、危ねえって話。天の聖杯が、わけにはいかぬ。あー、天の聖杯には消えてもらおう。なるほど。リャッコ、レックスを助けるよ。はい。ん？なんだ？あ、エーテルが消えた。エーテルエネルギーが。なんだ？なんでだ？お嬢様。無益な抵抗はやめよう。我が目的はあくまでも天の聖杯の消滅。ああ。そなたたちの命まで取ろうとは思わん。ゼーリッヒ陛下。私は。スペルビア皇帝の命を受け、特使としての立場でここにいる、うん、それをご承知の上でか。承知している。そして覚悟もしているよ。なるほど。あれかな、メレフもちょっとなんか察知したのかな、エーテルの色的になんかおかしいって。なんでホムラを消さなならん。言葉遣いは相変わらずだな。今は関係あらへんやろ。はぐらかすな、ね、よ。義は我が側にあると言ったら、どういう意味や。アルスト世界のためと言い換えてもよい。何か我々の知ってないことを知ってるのか。ついてこい。あ、なんか歩くさいな。まあそうなんだよな、実際スペルビアもインビディアもさ、なんだ？金、財宝、宝石？これは。これが我が王家の歴史だ。そんなアホな。ん？なんで？なんでや親父。これしかないってこと？ん？なんだ？戦ってんのか？あ、レックスが閉じ込められてんのか。
やはりエーテルエネルギーが遮断されているようです。くそー、やっぱ歴史ある。こんなことしている間にホムラが、あれだよね、技術のイーラって話だったもんね。なんとかならないのかよ。無駄じゃ、レックス。体力を消耗するだけじゃぞ。壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。あ、メルフもいんのか。落ち着いて考えればきっとどこかに突破口が。ってちょっとそこ、少しは協力しなさいよ。まあ無駄だと悟ってんだろうな、うん、この建物全体が捕獲ネットと同様の結界構造になっている。捕獲ネットってトリゴであんたらが使ったあの網のこと？ああ、なんかあったね、そういえば。そんなドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。ヨシンバ、時間をかけて突破されたとしても、その頃にはもうホムラは処理してしまえる算段なのかもしれん。処理ってなら、なおのこと、あんたたちの力も合わせて。無駄だと言っている。まあ、ただのゴリ押しならば、あ、という意味だ。トラちゃんとのコソコソ話がここで生きるのか。不敵な意味だな。さすがにジークとサイカは一応自由の身って感じなんだな。どないすらん、王子。ムカつくな。え、なんて？ムカつく言うとるんや。何が世界のためや。方便にも程があるわ。ほんなら？方便に方便を重ねて鎖でがんじがらめになったんが今のわいらや。ボンならその鎖断ち切れるかもしれん。あ、そういう希望を私に見出してくれてるんだな。ええよ、王子がそう言うならうちも乗っかるわ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。それを助けてやるんが大人の務め注文やろ。せやな。メレフもちょっと似たような。王子のそういうとこ好きやわ。お、さっきあんなツンデレかましてたのに。かけんな。今さら何言うてんの。苦労なんてかけられっぱなしやわ。あ、なんかいいな、この二人の信頼関係。ほな、行くで。さっきも絆トークでちょっと見れたけど、で、どうすんだ？よし、これでいい。準備完了だもん。ポッピーちゃんに何かしたのか？トラ。もうふふーん。ドライバーもブレードもエーテルエネルギーを使ってアーツを撃つも？何を今更なこと言ってんのさ。常識だろ。でも、今は使えないもん。はあ、この部屋のおかげでね。人工ブレードは別ってこと？兄貴たちは大事なことを忘れてるもん。なんだよ、もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと。でも人工ブレードとってエーテルで忘れるわけないだろ。動いてるはずなんじゃないの？目覚めた時から一緒にいるんだから。あ、そうか、エーテルのか。その通りですもん。あー、そっかそっか。姉様のおかげで今の花は自分でエーテルエネルギーを作り出せます。そっかそっか、普通のブレードってあれだもんな、大気中からエーテルを集めて、メレフの剣のクリスタルをそれを使ってるみたいな。花の黒株に移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。もう花ちゃんは花のカムカムの属性は地、大気中メレフの火属性との相乗効果で威力は倍増するんだもん。大気中から集めなくてもエーテル炉で直撃させればガンガン燃やして、おそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。ほう、待ちなよ。エネルギーを貯めてあるって、この結界の中で一体どうやって。事前にやってたってことか。メレフ様はここに来てから一度もアーツを撃たれていません。え、王宮に入った時から様子がおかしかったからな。なんで気づけたんだろう。トラにも
アーツは使わないように耳打ちをしておいた。そういうやつだったか。なるほどな。いや、頼りになりますな。花が結界中でも力を行使できると分かればより警戒されてしまう。そういうことだ。やるぞ、離れていろ。待て。ん？剣からクリスタルを移植したらメレフの武器は改めてカブチのコアから発生させる。ん？ひょっとして知らなかったのか？え？あんたブレイドの武器の仕組み知らなかったの？マジで？そんなの知るわけないだろう。なくしたことも壊したこともなかったんだからさ。確かに。それなら無理もないわね。そういうもんなんだね。武器は作り慣れ合わせんだ。そういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。お。ジェットカムカム。あ、あれだね。なんかちゃんと見たことなかったけど、前作のリキの武器に似てるね。カムカム。これはまた派手にやらかしたな。あっという間に衛兵が飛んでくるぞ。急ごう。ホムラ様は下に降りていきました。おそらくは王宮地下のいずこかに。待って、これさ、レックス操るにしてもさ、ホムラが、ああでもあれか、他のブレード入れるか。レックスストーリーに出てねえだけで。ああなるほど。あーそっか、ジークはいねえのか。じゃあニアちゃんかな。メレフはどうしよっか。あ、ホムラじゃなくなってる。うん、まあ一旦この編成でいいかな。トラちゃん HP がね、なんかそのアイテムとかさ付け直したりとかしたら8500近くなったんだよね。もう割とゴリラなんだけど、回復薬を入れるのであればトラちゃんの方がいいかな。ちょっと久しぶりに初心に帰ってこいつら使ってみるか。はあ、お、ちなみにこの状態でどっか別のとこに行けたりとかはすんのかな。普通に行けるね。もうストーリーぶち壊し。まあ分かってはいたけど、うん、さっきちょっと展開が早くて最後まで言い切れなかったんだけど、まあちょっとこの王様のやってることも理解できるというか、なんならホムラのポテンシャルとその世界に対するリスクを考えると、なんならスペルビアとかちょっと対応が甘いよねって言えなくもないんだよな。まあ我々はキャラクターとしてもうホムラを信用してるからさ、そんなことはねえってことはまあ分かってんだけど、それはそれとして我々も知らない過去も未だにあるわけだし、であともう核兵器並みの、まあ知らんけど、多分核兵器並みの破壊能力をもらっ持っているホムラを野放しにしとくのは危ねえっていう考えはなんかすごく理解できるんだよね。レックスもなんか分かってんじゃないかな。ちょっと思うところはあるような気はするんだけどね。